神戸市立生、田中学校は、兵庫県神戸市中央区中山手通り7丁目にあった市立中学校。1990年3月に並行し、神戸中学校と生田中学校を統合し、神戸市立神戸生、田中学校となる。跡地は、神戸市立山手小学校となった。全体の様子神戸市立生、田中学校は、 1947年4月22日に開校した。当初は独自の校舎を持たず、神戸市立諏訪山小学校などを利用した。1948年、神戸市立長瀬中学校が分離し、北長瀬校舎にて開校した。1950年、昭和25年、文部省建築モデルスクールに指定された。1964年、昭和39年、 兵庫県中学校バスケットボール大会に、男女共に、優勝、1971年、昭和46年、ベルマーク全国第1位、受賞、1972年、昭和47年全日本良い波の学校賞受賞、陸上部男子400メートルリレー全日本ランキング1位という、業績を収めた。1990年、神戸市立神戸中学校と統合。 44年の歴史に幕を下ろした。同年4月1日、神戸市中央区北上共通の神戸市立神戸中学校及び神戸市立マヤ兵庫高等学校移転跡地に両校を統合した神戸市立神戸生田中学校が創立された。ただし、新校舎完成までは現在の神戸市立山手小学校の校地にあった旧生田中学校校舎を使用した。 生田中学校、誇りをとはに、創立30周年記念し、1977年11月1日。ありがとうございます。